満点いいもの発見隊、池田アナウンサーです。はい、よろしくお願いします。お願いします。このコーナーでは全国のいいものの作り手とこのスタジオを結んで商品とそのストーリーをご紹介しています。はい、今日お取り寄せしたのはこちらです。九州は宮崎県から、本家宮崎肉巻きおにぎり10パックです。やったぜ。肉巻きおにぎりといえば宮崎発祥のご当地グルメですよね。これをですね、温めるだけで手軽に食べられるというとっても便利な商品です。温めるだけ。はい、今日はあの湯煎でじっくりと温めてきましたので、どうぞお召し上がりください。ちょっと見てこれ、中までしっかりタレがさ米にさ染みてんのよこれ。そうですよ、これはうまいよね。絶対美味しい。いただきます。どうぞ。すごい、結構大きいんですけど、半分一口で喋れますか？喋れないですよね。この表情で伝わってきます。美味しい。あ、うん、あ、全部うまい。全部うまい。お米もタレも肉も、うん、あの肉の旨味がもう芯まで染み込んでて、本当に千光さんおっしゃってた通り全部美味しいです。いや、お肉うまいですね。そしてボリュームも満点ですよね。うんうん、あ、おいしい、この甘辛いタレが。皆さん、お楽しみいただいていますけれども。これはうまいね。ね、美味しいですよね。はい、今日お取り寄せしました本家宮崎肉巻きおにぎり10パックですけれども、こちらの商品宮崎県の宮崎市で食肉加工品を製造しインターネットを中心に販売していますミート21で作っています。今日はミート21の岩切さんとリモートでつながっています。岩切さん、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。岩切さん、もう美味しかったです。本当にとにかくでお肉がすごく美味しいなと思ったんですけども、うん、どんなお肉使ってるんですかこれ。これはあの宮崎産のですね、うん、豚肉を使用してしております。ほう、なるほど。で、格付けなんかされてる、格付けって書いてある、ね、上クラス、ね、はい、あの上中、あのな、上中並みとですね、はい、格付けされておりまして、うん、肉巻きおにぎりではですね、上クラスを 100% 使っております。だからこの美味しいんだね。一番いいお肉、一番いいお肉、宮崎さんの、はい、そうなんです、ね、これは美味しいわ。お肉はもちろんですけど、うん、このやっぱ中のご飯もまた美味しいんですけど、ね、岩切さん、やっぱり特別なものを使ってらっしゃるんですか。うん、まあ、宮崎もあの山の方にですね、はい、あの水のきれいなところが多くて、うんうん、そこのエビの山なんですけども、はい、日の光を使用しておりまして、うん、ネコさんと宮崎さんをブレンドさせたものを使っております。なるほどね。その田んぼにもその水がすごく綺麗な、ね、うん、綺麗だからこそ美味しいお米になる、うん、ということですよね。大事って言いますもんね、水はね、タレもまたしっかり絡んでて、ね、タレもこだわってますか。そうですね、あの醤油なんですけども、まあ、生姜をベースにしたですね、うん、醤油で、あのタレ作りをしております。美味しい、ね、本当私のところまでいい香りがしてきてますけれども、ね、あのもうすごい2人ともパクパク食べてますが、こちらの、 あの肉巻きおにぎりなんですけれども、はい、岩切さん、あの宮崎のご当地グルメですが、宮崎では皆さんどういった時に召し上がってるんでしょうか。まあ、あの私も焼酎好きなんですけど、はい、ね、あの繁華街であの焼酎とかあのビールとか飲んだ後に、はい、腹が減った時にですよ、うん、腹が減った時にちょっとあの食べるという感じ であの、はい、締めですね、行列ができたこと時ありますね。行列ができるほど皆さんもやっぱりラーメン屋さんに行く感覚で、ね、うん、肉巻きおにぎり屋さんに行く、そうなの、面白いね、なんかね、締めの一品、ね、うん、まあ、あのお客様の声も、ね、いろいろありまして、あの一人暮らしの息子さん、お料理するのちょっと苦手っていう息子さんとかに買ったっていう方とか、はいはい、食べ盛りのお子さんのおやつにもぴったりですねっていう声とか、あとですね、あのアウトドア用としてもぴったりということで、はい、このまま本当にあの湯煎するだけとかなのでアウトドアにもぴったりですよ ね。あの岩切さん、こちらあの保存食としてもね、非常用としてもいいですよね。確かに。もうお湯を沸かすだけですから、うんうん、それでもうすぐ出れます。まあ、あの中にあのチーズを乗せてですね、あら、別のチーズ焼いて、そして食べられる方もいらっしゃるんですね。これはちょっとアレンジとして、そのアレンジレシピいただきますか、ね、それもやりたいですね。さすが社長。うん、さあ、あのいつもこれ商品をですね、どういった思いで作られているのかお聞かせいただけますでしょうか。はい、私自身もあの40年間この業界で、はい、
頑張ってますので、はい、なんとかその宮崎のいいもの、美味しいものを全国に届けたいと思って、はい、日々調子しております、はいはい、いつも岩切社長のところでは特にこの肉巻きおにぎり以外にどういった商品作られてるんですか。はい、宮崎名物の鶏の炭火焼き、これ皆さんに愛されてですね、はい、よく売れております。それも食べたいね。本当に宮崎の美味しいものを、ね、この2と23から、はい、賞味期限が大体2年間持ちますので、はい、保存食としてもですね、結構持つんだね。ありがたいね。本当にいつでもこのご当地グルメが食べられるって嬉しいですよね。嬉、はい、しいです。はい、さっき美味しさ味わっていただきましたね。うまかった。岩切社長、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。どうも。失礼します。はい、失礼します。新明さんも全部食べ全部食べましたね。結構多かったけどね。っていうぐらいパクパクいけちゃうんですよ、これ。120グラムですが、もうパクッと止まらないです。いけちゃいましたね。美味しかったということで、ね、はい、さあ今日ご紹介しました、はい、本家宮崎肉巻きおにぎり10パックですが、こちらはアマゾン日本ストアで購入することができます、うん、ATV ホームページ内満点いいもの発見隊のページから簡単に商品ページにアクセスすることができます。またこのコーナーでは毎月5名の方にアマゾンギフト券1万円分をプレゼントしています。こちらもホームページからご応募ください、はい、これからもいいものをどんどんご紹介していきます。池田さん、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。以上、満点いいもの発見隊でした。